僕らは宿を探すため、地底にやってきた。へえ、地底ってこんなところなんだ。ナマコ、あそこはどうだ？そう言って、夏希は一軒の宿らしきところを指した。今夜はそこでいいかな。そして、僕らはその宿に入った。ここが、地霊殿っていうところかな。あら、人間のお客さんは久しぶりですね。少し心を読んでみましょうか。ここは結構綺麗なところだな。今日で観光終了かな。なるほど、観光で来ていたんですね。では、もう一人の方。いや、なんですかこれ。脳内で声かたまりにでも使ったんですか。その通り。私の方の心を読まれているじゃありませんか。おや、あれは何でしょうか。これはダメ。心が読めない。大丈夫ですか。あ、ナマコさん、あなたは一体何者なんですか。ただの外の世界から来た人間ですよ。というか、なんで名前を。あ、失礼しました。私はこの地霊殿の主、コネージ・サトリです。私の能力は、心を読む程度の能力で、先ほど少しお二人の心を読ませていただきました。ナマコさんに質問します。何か隠していることはないんですか。ないですよ。夏希の団子食べたくらいしか。あ、俺の団子なんか少ないと思ったら、ナマコだったのか。すいません、お腹が空いてたんですよ。はあ、また帰りに買おう。じゃあナマコさん、あなたの中にいる人は誰なんですか。そんなのもわかるんですか。あれは僕の2つの能力のうちの1つの自我なんですよ。名前はリオンって言います。能力の自我、そんなもの聞いたことがないですね。では、あの鎖で囲われたものは一体何なんですか。鎖、知らないですよ。あなたの心を読んでいた時に見つけたんですよ、鎖で囲われた何かが。本当に知りませんよ。鎖なんて、今までアニメで見たことあるくらいですし。そこまで言うなら、リオンさんが関わっているようですね。でも、これ以上追求しても、何も得ることができなさそうですね。すいません。突然わけのわからない質問をしてしまい。お二人は観光でここに来たんですね。どうぞ、ゆっくり見ていってください。あ、はい。リオン、サトリさんが言ってた鎖って、何か知らない？いや、特に知らないよ。そっか。僕らは地底を出て、白霊神社にやってきた。あら、ナマコじゃない。久しぶりね。今日は何しに来たの？この前の運もあって、再戦しに来たよ。本当？じゃあ、ちょっと待ってね。ストップストップ。どうしたの、レイム。何枚入れてるのよ。ご縁があるように5円を5の50枚、つまり3125枚入れようとしてるけど。5円いくら持ってるのよ。それは困るわ。やっぱり足りなかった。念のために50円も5の50枚持ってきてよかったよ。そのカバンの中に入るのそれ。ナマコ、大金を再選してくれるのは、すごく嬉しいわよ。でもね。そ
そんな大量は困るのよ。じゃあ圧縮してまた今度持ってくるよ。圧縮？はあ、まあ、さい銭はすごくありがたいから、お茶出してあげるわよ。さあ、上がりなさい。ナマコ、何ぼーっとしてるんだ。あ、いや、なんかこっちにものすごいスピードで向かってきてるものがある気がする。あ、ナマコ、危ない。そこどけー。よ。目と目が合う瞬間。危ないじゃないか。アースマン、着地ミスった。次はないぜ。わかったぜ。ええ、森屋の神二人を相手に余裕で勝ったのか。リオンだよに、そうらしい。それなら今から私たち二人と弾幕勝負しようぜ。今は無理なんだ。あの時はストックがあり余ってたから、能力を使ってもよかったんだ。それは残念だな。それで、この能力に頼れない時もあるから、今度からヨウムに稽古してもらうことにしたんだ。でもかなことスワコに勝ってしまうなんて、私たち並みに強いじゃない？私も修行しないといけないわね。さて、そろそろコウマ館に帰ろうか。霊夢、マリサ、またな。お賽銭忘れるんじゃないわよ。そして、僕らはコウマ館に向かった。あ、お二人ともお帰りなさい。ただいま。お帰り、待ってたわよ。あ、デミリア、ただいま。今から夕食よ。え、ちょうど今からなの。え、僕らの分も用意してあるの。もちろん、あなたたちが帰ってくることは知っていたわよ。未来でも見えるのか？そうよ、私の能力、運命を操る程度の能力、でね。運命を操る、最強じゃないか。いや、運命を思うがままに操ることはできないの。せいぜい未来を見れるくらいよ。それでも便利な能力だな。さあ、ご飯が冷めないうちに、早く食堂に行くわよ。その後僕らは夕食を食べた。デミリアたちにはいろいろなことを話した。その日の夕食は楽しかった。これからも、こんな日々が続くんだと、僕は嬉しく思った。